自己紹介か、難しいな。でもそうだよね。そうなんですよね。私何が、私は何だって感じですけどね。でも全部挑戦したい。今はまあ何、タレントとして、アクセサリー作家と、まあラジオのパーソナリティと、あとはモデル、モデルって言っていいのか分かんないけど、モデルって例えばど、まあ、幅広いじゃない、モデルって言ったって。そうですよね。どんなものやってみたい。手の届かない存在じゃなくて、まあ、そんなじゃないから、うん、まあ、なんか届、真似できるみたいな、等身大、同世代の等身大みたいな。それこそ、ね、友達の小町させてもらったけど、うん、そういうローカルなやつで、うん、頑張っていったらいいなみたいな。モデルっていうか何なんですかね、イメージキャラクターみたいな、イメージモデルみたいな。ホームページだとかその企業の、うん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 、そう。なんかタレントで憧れてる女性タレント、あー、この人いいなーって、素敵だなーって思う。ああ、聞いたことないですよ。そうですよね。でモデルとしてかっこいいのはやっぱりローラになってしまうけど、まあでも私はそう、ああいうタイプじゃないし、あそこまでは無理だけど、なんかあの前テレビでやってて、撮影の時間、かかる時間がめちゃくちゃ短い。そうなんですよ、そう、他の人よりも、まあ、着替えるのはみんな早いじゃないですか。でカメラの前に行く前に服着て、カバンを持ってヘアメイクもして、靴履いて、でもうどういうポーズをするか決めてから、自分の中でこの洋服だったらこのポーズみたいな決めてからカメラの前に立つんだって。絶対あの子頭いいよね。そうだから私もそういう、なんだろう、こう回転いい人になりたい。絶対あのボケはもうめちゃくちゃ計算されてるから、なんかすげー頭いいと思う。うん、わかる。だから使われるんだよ。そうだと思う。超努力家だし、料理できてね、料理も超凝ったものまでやるでしょ。あ、見えないところで何をやってるかだね。そう、絶対ファッションだってすげー見てるし。そう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 、絶対研究してるし。そう、なんかちゃんとべき論でも、こうあるべき論で持ってんだよね、データベースが。あの子すげえと思う。そう、ただの自分の生まれ持ったやつだけじゃないのがね、そうかっこいいなって思う。あんな可愛いけど生まれ持ったもんじゃなくて、なんかすごい努力してるなって思う。で容姿はそうじゃない、ローラじゃない。容姿、容姿的なところ。あ、容姿的な憧れは、容姿的な憧れは、キャラはローラだとして、キャラっていうか人間性はそうだとして、あとはモデルじゃないけど、モデルじゃなくていいんだよ。だから人の対象で言ったらさ、深田恭子。深田恭子、なんで、なんでなんだろう。なんか何しても可愛い。ああ、もう30超えてるもんね。そう、何してもなんだこの人って感じ。なんかどんどん可愛くなっていく気がして。なんだろうね、すごいあの人魅力的だなって思う。可愛いオーラってあるんですかね。可愛いオーラ全開じゃないですか。身につけられるもんなんかね、可愛いやつ。その人にじゃないんですか。だってだんだん可愛くなるって、可愛くなってることはそうなんだろうな。そうだと思う。なんか身にまとってくるんだろうな。そうそう、何かで、うん、そんな気がする。しかもなんかこう変な噂とか絶対立たないじゃないですか。ああ。恋愛系の噂もほぼないぐらいの、なんか不思議な人、ああいう人がすごい。あ、なるほどね。憧れ的な、憧れ、あの人は完全に深田恭子憧れ。可愛すぎ。あ、じゃあ可愛くなりたい、可愛くなりたい、可愛く思われたい。難しい、難しい。なんか可愛いだけだとなんか言葉悪いけど舐められそう。
止められそうがそれじゃないんですね。だから、うん、その自分で生きていけるように、その私はアクセサリーのなんかこう手に職じゃないけど、まあ、なんかできるんだなっていうのをね、さあ見栄の部分でもあるんですよ。そうかも、うん、本当はこれできるのよみたいな、うんうんうん、実は、うん、そうかもしれない。だどう可愛さに憧れるけど、憧れるのは可愛さだけど、思われるっていうのは可愛さで、まあどうなの、悪くはない。うん、嬉しいです。可愛いって思われるのは嬉しい。綺麗っていう、可愛いってどっちも、あー難しい難しい、そんなどっちも嬉しいけど、どっちが多い今まで。可愛いが多いですね。ちょっと動画だと男性には可愛いが多い。綺麗ってあんま言われたことないかも私。あ、そう。あんまり記憶にない。どっちかっていうと星床系なんだろうな、綺麗って。ああ、そうですね。しかも同性に言われる。あ、そう、まあ、同性なんかそんな気がする。 そうなの、多分私は同性にあんまりぶっちゃけあんまりないです。なんか好かれる好かれないで言うと好かれないかもしれない。なんでの分析、なんでなんで同性に不思議。なんか私よく言われるんですけど、うん、近寄りがたいって前よく言われてて、今はもう言われなくなってきたんですけど、がたいって言われて結構グイグイ来る子はすぐ仲良くなるんですけど、自分から行かないから、うん、あ、来てくれる子だけなんか受け身だった、ずっと。じゃあいつ、中学とか高校のだいぶ前から、昔から。うん、前からかな、多分そうですね、そういうタイプだと思うんですけど、自分ではそう言うんだけど、人見知りもしないし、みんなと喋るよねって言われるんですよね。人見知りはしないよね。しないです、多分。心の中ではしてるんですけど。してるの？心の中で。心の中では実はしてるんですけど、だって初めての人と一緒にご飯食べるのもちょっと気が引けるし、一緒にお酒飲むのも気が引けるし。まあ、一般、それは一般的に普通はそうだよ。あなただけ特殊じゃなくて。そっか。ある程度普通。